さんこんにちは。今日は手巻き寿司をご紹介します。手巻き寿司は巻き寿司に比べて大変簡単で、自分の好きな具、お好みの具を乗せて簡単に巻けますので、しかもパーティーとかにぴったりのごちそうです。それにこの、手巻き寿司に使う焼き海苔には、では材料を紹介しましょう。ご飯はお米4合を炊きます。そしてその寿司酢として、酢を 100cc です。それからお砂糖、これは甜菜糖を使います。大さじ4杯、普通のお砂糖よりも甘みが少ないので、もう少したくさん入れてもいい場合もあります。あと塩は小さじ2杯使います。これで合わせて寿司酢にします。あと材料、野菜です。中に巻くネタと言いますけれども、それはもう本当にお好みで結構ですけれども、今日はいくつか3種類ぐらいの巻き物をしますので、それに使う材料を紹介します。アボカド、それからこの大葉ですね、これは万能ですね。それからきゅうり、それから人参、パプリカ、かいわれ、納豆、梅干し、すりごま、それから大葉の代わりにこういう、グリーンプリーツレタスみたいのも使うこともいいですね。あとこういうサニーレタスもいいですね。いろいろな野菜が使えます。さ、では寿司酢から作っていきます。酢と甜菜糖とお塩を入れます。はい、これとこれとこれを合わせるとこういう風になります。お砂糖が溶けるまで結構時間がかかります。はい、それではご飯にこれを混ぜていきます。普通に食べるご飯よりは少し水加減を少なめにしてあります。このすし酢が入る分だけ少なめにしてあります。これを寿司桶に移します。まずご飯を蒸して、はい、では熱いうちに素早くこのすし酢を混ぜていきます。ご飯を切るような感じで、こういうふうにヘラの上でこういう回すように入れます。はい、それでは切るように全体に酢が行き渡るように混ぜます。さあ、まだこのように少しベタベタした感じがしますけれども、この水分を一気に取るために、こう仰ぎながらこうですね、仰ぎながら混ぜていきます。こうやって一気に冷まします。そうするとこの水分が飛んで、濡れた布巾をかけてしばらく置いておきます。こうすることで、ご飯の乾燥を防ぎます。はい、それでは一番目立つパプリカから切ります。だいたい手巻き寿司のこの大きさっていうのは、そうですね、このくらいあるととても綺麗に出ますので、この縦の幅を使います。これは好みです。次にきゅうりを切ります。きゅうりもだいたい半分ぐらいに切ります。まずヘタを取って、
半分ぐらいに切ります。で縦半分に切って、このくらいだと3等分ぐらいでいいですね。3等分にします。それからもう1種類のきゅうりの切り方をします。斜めにこういうふうに細く切って、これを千切りにしていきます。油揚げの方を準備します。油揚げは油が染み込んでますので、このまま油が引かずにフライパンで空炒りします。はい、少し焦げ目がついたので裏返しします。はい、それではこれを切りますけれども、フライパンから出します。縦半分に切ります。で重ねて5ミリから7ミリぐらいの幅で切ります。次にアボカドを切ります。4等分か3等分ぐらいですね。はい、次に人参を切ります。半分使います。まず皮を剥きます。5ミリぐらいの幅に切っていきます。で千切りにします。人参には少し塩を振っておくと味が染みていいと思います。次にかいわれは、下の根のところを切っておきます。そして、チューブ入りの練り梅もあるんですけど、今日は本格的に、梅干しの種を取って、このすりこぎですり鉢を使ってこうよく練っていきます。練り梅にします。ごまと相性がいいので、ごまを一緒にこう振りかけてもいいんですけど、ここに今日は一緒に入れてしまいます。それで一緒にこう練っておきます。次に納豆です。納豆はこのままでもいいんですけれども、ちょっと下味をつけておきます。からしとそれからお醤油を少し入れておきます。さっと混ぜます。あまり混ぜると粘り気が出てきてしまいます。はい、材料が揃いました。はい、切った野菜寿司ネタがこのようにきれいに盛り付けられました。はい、そして先ほど作っておいた寿司飯もちょうどいい具合になっています。さあ、それではこれから巻いてみましょう。今日は一緒に巻いてみましょうね。はい、よろしくお願いします。はい、それではまず、海苔を手に取ります。で寿司飯をここに乗せるんですけれども、ここにちょうど
三角形、逆三角形みたいな感じな、こういう感じに載せてみてください。そして真ん中をこうちょっと開けて、ここにわさびなど入れてもいいです。あとでつけて食べてもいいです。でそうしましたら好きな具をここに乗せるんですけれども、まず定番の大葉からいきましょうか。きゅうりを乗せてみましょう。ちょうどここがこう見えるようになるんですね。次はアボカドはちょっと崩れやすいんですけどもね、美味しいのでちょっと入れてみましょうか ね、はい、こういうに入れます。はい、はい、と全体的に彩りが緑なので、少し赤いものとかね、色のあるものを入れてみましょう。じゃあ赤い、パプリカをこう少し入れてみましょうか。こういうね、まあ、量はあんまり入れすぎると巻きにくいので適当にやってください。はい、そうですね、はい、そして、ここでちょっと変化を出すために、この貝割れ一旦置きましょうかね。そうですね、はい、それではじゃあ巻いてみましょう。はい、でお箸を置いて手に乗せてください。でちょうどここの端っこがこのここら辺に来るように、こういうふうにまずここへピシッとここ来るように、ここへ、うん、そしてあとはここがこうなんていうのかな、三角錐になるような感じでこう巻いて、あとこうこうくる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 っと巻いていくと、こういう感じになります。こういう感じになりましたね。それぞれ個性が出ます。はい、でこれを好みのお醤油でもいいし、わさび醤油でもお好きなものをかけて食べるといいかもしれませんね。はい、じゃあ食べてみましょうか。はい、今日は何もじゃあまず つけないで、この野菜の味を楽しんで食べてみましょう。美味しそうですね。はい、じゃあいいのかな。いただきます。海苔のね、香りと野菜のあれがよく合って、シャキシャキして美味しいですね。そうですね、うん、パプリカもとっても甘くてね、はい、アクセントになってますね。はい、これをね、大勢でたくさん大勢でお話ししながら、うん、自分の好きなものを乗せてやると楽しいですね。そうですね、大勢でパーティーとか開いて、そうですね、お寿司とかみんなでワイワイやりながら、うんうん、ね。For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.